はいどうも、ルルカです。甲状腺ですね、中級甲状腺、勉強させてください。今日はデロンズですね、木曜日デロンズというわけで、沈黙耐性のユイを連れていくと。で、私のユイは一突なんですぐ倒れると思うので、ここにまあレイチェルが入ってくるようにまあすればいいのかなと思っております。で、マルディ、ヨフ、エース、まあ、こんな感じかなと。まあ、防御力上げて、みたいな。はい。じゃあ、早速挑んでみたいと思います。挑戦する。防御力下げられるのは怖いな。よし、じゃあここはこれでちょっと通れないかな。狙われたわ。よし、砕けろ。レベル40だけあってすげえいいダメージ。あ、沈黙者やべえ。カイザーフェニックス撃てねえのがつらいな。どうなる？カイザーフェニックスを撃てないっていうことが。あ、でもチカチカし始めた。ちょっと待って、上書きしないで。もし上書きされなかった、切れるかな。まあ、普通だとデロンズのカイザーが先に切れるよね。沈黙切れてくれ。やばい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 。
まだ沈黙切れない。レイチェル動いて。よし、沈黙解けた。やった、これで。やった、やばい。ああ、なかなか厳しいの。上書きされんなよ。されてる？されてるかもしれないな。点滅はし始めたね。なんとかアイリーンよりは、アイリーンの時よりはスコアが上がってるね。頼む、上書きされないで。よし、上書きされなかった。ただもうあれだな、砕けろも切れてるわ。あー、リョフが。あれかな、アイリーン復活するようになったからもうリョフじゃなくてアイリーンの方がいいかな。おお、避けたかと思ったんだけど、避けられてはいなかった。リョフのパッシブが消えたからずれてたんだ。もうジークも持たんな。やられた。よし、10万超えた。あら、オートリーか。もう使うスキルが少しないからね。あー、浮気されてないか。あー、エースやられた。
感じだね。頼む、沈黙すんな。よくだ。へい、初めて沈黙回避した。よっと、凶暴化さん来た。8割カットも意味なし。この状態だと状態量無効とかもついたらいいのにね、レイチェルとかね。そしたら強いのに。ああ、対戦ありがとうございました。じゃあ108536、まあ多分これでもね、先週よりは上がってる。防御力を上げるって発想はなかったんでね、先週まで。まあそれでもまだまだって感じだね。まあ10万取ってればいいんだろうけどね。200万で S ランクだもんね。150万か。150万に下がったのか。でね、5万取ってればいいのか。1人30人。だ10万取ってれば結構9大点って感じか。いやー、まだまだっすな。でも4ポイントもらえるの嬉しいな。はい。というわけでね、こんな感じでした。もしね、おすすめの編成などあったら、ぜひ教えてください。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。